はい、皆さんこんにちは。今回はですね、オーダーいただきましたボディの、完成レビューのね、動画をお届けしたいと思います。はい、今回ね仕上げたボディはこちら、ボディの種類としては、日産スカイライン GTR R33 の、ニスモ仕様、こちらのボディをねこういったカラーリングで仕上げてみました。で、オーダーいただいた際はね、破損防止のために組み立ては私の方ではしませんので、この状態で、お送りする形になります。でね、もう見てわかる通り独特なねカラーリングだと思いますけど、こちらはですね、エヴァンゲリオンの、0号機って呼ばれる、機体のねカラーリングをモチーフにして作ってみました。でいつも通りねウレタンクリアで仕上げてますので光沢がねすごい出ております。はい、で基本的には白と、オレンジ、それから一部ねグレーのラインを入れて、仕上げるというような出来栄えになっております。でまたねアクセントとしてはこちら、AWD 用のホイールがね、同梱されてますので、こちらもウレタンクリアでツヤを出して塗っております。で特徴はねこのリムの部分の一部がね白色になっているところ、これなんかねすごくおしゃれじゃないかなと思います。はい、またそれからリアウィングもねこのグレーと、ね、黒に塗り分けをしたりですとか、いろいろ工夫させてもらっております。はい、でようやくね完成しましたので、オーダーいただいたねお客様の方に、早速ね発送していきたいと思っております。はい、ということでね、今回このもともとお手本がなくってですね、色自体もちょっといい色が見つからなかったので、自分でねブレンドしてこういった色をね作り上げました。で結構ね苦労したんですけれども、かなりねチャレンジングで、スキルアップにもね役立ったなという作品になっております。オーダーいただいたお客様本当にありがとうございます。またね次回も、オーダーいただけたら幸いでございます。はい、で今回ね短い動画になりますけれども、完成レビューの動画とさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。